はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ミニファミコン始めていきたいと思います。本日もね、ゆっくりまったりと始めていきましょう。今回はね、スーパーマリオブラザーズ始めていきたいと思います。このゲームはね、ファミコン買うのとね、同時に購入する人も多かったですね。僕はね、スーマリがね、発売されるよりも早くね、ファミコン購入してたんで、最初のソフトはね、ベースボールとね、ドンキーコング3でしたね。まあ、そんな話どうでもいいんで、スーマリ始めていきましょう。ワンプレイヤーゲームね。スーマリはね、実はね、去年の今頃にね、ニューファミコン買ってるんですよ。その時に、スーパーマリオブラザーズついてきたんでね、まあ、懐かしくないんですよね、正直ね。ただね、ニューファミコンでやるよりも画質が綺麗ですね。 HDMI 出力なんでね、ワンナップを取ってね、ワンナップという人とね、1アップっていう人いてますけど、僕はワンナップって言うんですよね。まあ、1の1はね、サクッとクリアしていきましょう。まあね、スーパーマリオブラザーズといえばね、小学生でもクリアできるね、ゲームだったんじゃないかなと。当時だからね、ファミコンのゲームって言ったらね、無理ゲーというかね、クリアするのが難しいゲームがね、多い中で、まあこのスーパーマリオっていうのはね、まあ、ワープさえ使えばね、誰でも小学生のほとんどの人がクリアできるようなゲームだったんじゃないかなと思いますね。僕はだからワープありではもう小学生の時にね、クリアしてます。クリアしたね、日曜日の早朝じゃないな日曜日の午前中にね、遊んでいてクリアした記憶がね、すごい達成感があったの覚えてますね。懐かしい。当時はだからこんな綺麗な画面でやってないんでしょうね。まあ、当時のテレビはね、ブラウン管でね、まあね、サイズも21とかその程度でしょ。そんなファミコンでやってたわけですよ。全然違いますよね。リッチな感じがするね、今この液晶テレビでファミコンやってたらね。このね、これもワンナップね。久々に土管の中入ってみようか。1の1はね、スルーしたんで、華麗にスルーしてしまったんで、1の2は土管に入ってね、ちゃんとコイン取りましょう。あ、ちょっと僕はあまりコイン取るの好きではなくてね、まあ、ちょっと盲信でね、ダダーッと進んでしまうんですけど、これワープどこ行きましょうかね。3の1でね、99機増えやるか、まあ、クリア目指しましょうかね。最短ルートで行きましょう。8の4まで行ってね、クリア目標に進んでいきましょうね。ニューファミコン買った時はね、4の2でね、死んでしまったんでそこは最低でも超えたいなと。まあ、コントローラーね、スーマリに関してはそんなに違和感ないかなと思いますね。十分やれますね。あ、危ない、マジかよ、危ない、怖いね、ちょっとね、恐怖感がある。やっぱり実況撮ってたら緊張するからね、それなりにうまいプレーを見せようと思うじゃないですか。まあ、僕らの年齢になってきたらね、人にいいところを見せようというより、むしろね、ミスを見せて笑ってもらおうという気持ちの方が強いんですけどね。僕なんて最近ね、YouTube ではね、ミニファミコンってググってね、下手くそなおっさんのプレイを探してるんですよ僕より下手くそなおっさんいないかなと思ってね、検索してるんですよね。失敗したね、これね。裏技を見せようと思ったんだけど下手レっぷり全開ですよ、これ。
取っときましょうね、キノコね。ここワープなんで、ここで死んでしまったんですよね、ニューファミコンの時はね。誠に情けないプレイをね見せてしまったんですけど、これがね入れないんですよね。やっぱりコントローラーのせいですかね。どうやって入るんでしたっけ、ここ。簡単に入れたような気するんだけどね。なんで入れないんだろうな。さて、ここのワープでね、一気に8の1に行きたいと思いますね。一気増えましたね。コインがね、100枚集まると一気増えます。まあ誰でも知ってるでしょうけどねいちいちそんなの説明するね、あの必要はないでしょう。8の1はね、これ結構長いんですよね。だから時間が押してしまうんでね、結構スピードを上げて進まないといけません。断崖絶壁があるんでね、これ終盤に。あそこはねちょっと難しいんですよ。何回も死ぬかもしれないね、うん、危ない。なんかねちょっとスピーディーさに欠けますけどね。ここなんかあったっけな、覚えてないな。危ない危ない何やってんだ。なんかあるよね、スターだ。覚えてますからね、この辺りね、うん、やっぱり小学生時代一番プレイしたゲームといっても過言ではないわけでね、うん、ここですよね、ここに泊まりたいわけですよ、断崖絶壁にね。うまくいったね、一発でいけた。うまくいくと思ってなかったんだけど一発でいけたね。これね、ここはね落ち着いていきましょう。焦ったら負けなんで。よし、怖いけどいけた。あとはね、鬼門8の3ですね。8の3はハンマーブロス地獄なんで、そこがね難しいかなと。うん、緊張してきたね、緊張してきた。ここもね難しいですからね。あ、当たった。マジかよ。あー、何もないんだ何もない。キノコあるかなと思ったらキノコないんだ、そこに。参ったな。これ待った方がいいですよね、うん、待った方がいい。落ち着いてね。ちょっとひよってるね危ないやっぱりコントローラー小さいせいかな。すごいね、手に汗かきますよ。思うようにね操作できないんですね。僕手でかいんですよねだから個人差がありますよね。あの全然大丈夫だという人はいてますけど、まあ、言い訳になりますけどね、僕手でかいんですよ。ワンナップ取りたいよね。落ち着いてね、落ち着いて、落ち着いていきましょうね。ちょっとねデカマリオ取りたいね。覚えてないな。また当たる。当たるよね、これ。怖い。あ、なんだなんだ、ちょっとマジになってますね。恥ずかしいな、なんか。マジになってるこんな難しかったっけ、8の2って。
いやね、実況してたら緊張するんですよ、これやってたらね。せめて8の3は行きたいよね。これワンナップ取ってるんでね、ワンナップ取ってる限りは奇数は減りませんよね。でかくなったら安心やね、ちょっとはね。何やってんの。あーもう最悪最悪これ長編になるかもしれませんね、ちょっとね。ミニファミコンのコーナーではゲームオーバーまでね、ノーカットでやりますんで早く行き過ぎたら消えるんでね、ワンナップキノコがね。危ない。あーもう何やってんの。ついていきましょうね。ちょっとここ怖いな。これどうやっていくんだろう落ちるよね、やっぱ落ちるんだ。 B ダッシュで行こうと思ったんだけど、デカマリオで行かないときついのかな。ごめんなさいね、無口になってね、本当に集中してるんで。ちょっとパタパタ逆にいってるね。あーもう最悪。振り返るな、振り返ればやつがいる。どうやっていくんだろうな。難しいよね。あ、落ちた。ちょっとね、ぐだってますね。申し訳ない。やっぱりね、4年齢言いたくないですけどねおっさんになったらやっぱり反射神経っていうのはね、衰えますからね。正直ね、ここまでねピヨるとは思ってませんでしたね、スーマリで。ちょっとデカマリオで行きたいね。デカマリオだったらダッシュでいけるんじゃないかな。いけないかな。やっぱいけたね。デカマリオだったらいけると。入れた、なんか覚えてた。これでクリアできるかな。あった何やってんだよ。中間地点、中間地点なんてないんやマジかよ。何やってんだよこのパタパタ。ワンナップ取れない、ワンナップ取れない。慎重に行こう、慎重に行こう。
マジかよ、パタパタ。振り返るなよ。振り返れば奴がいる。まいったな。これどうやっていくんだろう。ジャンプで落ちてダッシュだよね。これしかないよね。よし、うまくいった。マジか。マジですか。ごめんなさいね、実況動画になってませんね、ちょっとね。あまりね、アクションゲームの実況には慣れてないんでね、もう年なんでね、わーわー騒ぎながらやるわけにはいかないんでね。よし、ワンナップはしっかり取ってね。まあ、デカマリオをキープしたいね。危ない。まあ、ここはねダッシュでいけるんで、デカマリオなんでね。よし、これ入った方がいいね。まだかな、ゴールは。もう半分以上は行ってると思うんだけどね。もうまずいね。危ない。やっとクリア。8の2やりました。やりました、8の2クリア。ハンマーブロスですよ、ハンマーブロス地獄。8の3、ここでね、小学生はね、やっぱり苦戦した方も多いと思うんですよね、ハンマーブロスの面でね。ハンマーブロス苦手にしてる人って多いですよね。これだから、フラワーがあったらね、あ、マジかよ。どっかにあるよね、なかったかな。危ない危ない。緊張するね。よし、オッケー。フラワー来た、フラワー来たね。これダッシュできるよね。あぶない、ひよったらあかん、ひよったらあかん。よし、ひよったらあかんよ、ひよったらあかんよ。よし、オッケー。よし、オッケー。これなんかあるね。もういっか。ここ怖いよね。お、8の3、一気にクリア。8の4行ったわ。8の2でね、ぐだついてるときはどうなるかと思いましたけどね。8の4。最後の面です、これね。これどうやっていくんだったっけな。ここから行けたっけ。ね、いろいろね、どうやってやるんだったか覚えてないな。ここで入るんだよね、確かね。入るべきだったと思うんだよね。覚えてないな、ちょっとね。正解不正解の道があるんでね、これ、ここ、あ、やばい、マジか。ここでファイヤー削られたのはちょっとやばいよ。これ、こっちだよね、確かね。今、ファイヤー削られたのちょっと痛いな。マジで。ここだよね、覚えてるもんだね。海の上に来た。8の4。8の4クリアしたらね、全クリとは言わないのかな、ワープ使ってるからね。覚えてるもんだね、正解のツールをね。
さて、こ次がね、ハンマーブルース出てくるんだよね。これそこが難しいと思うんだよ。あ、やっぱりここが難しいんだ。くぐらないとダメだからね、あれ。あと4機でクリアできるかどうか。よし、OK。もう、通路はね、覚えてるんで。緊張するね。ファイヤーをね、キープできればね、簡単だったんだけどね。ちょっとそこまでね、あ、バカバカマジか。まあ、あと3機だ。やばい。あの、ハンマーブロスがね、難しいと思う。よし、OK。ここは簡単やね。うん、集中してね、集中して。焦ったら負け。危ない、危ない。ドキドキするね年がいもなく危ない。このブクブクだったっけ、ブクブクだったか忘れましたけど、これも怖いね。さて、海の前。危ない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 。これ下いたら安全だからね。さて、ブロスちゃんね、ブロスちゃん。無理無理無理。あー、飛んでくれよ飛んでくれよブロス。やばいな、手に汗握る。スーマリってコンティニューありましたっけね。まあ、コンティニュー使わないでね、うん、行きたいんでね。危ない危ない危ない。何やってんの。ここだったっけ。そうだよね。あー、もう何やってんだよ。あー、参ったな。あと1機か。ラストラス1。ちょっと厳しい情勢になってきましたね。せめてね、クッパのところまで行きたいんだけど。よし、いけるよね。よし、よし、集中して集中して。ラス1かもしれないんでね。ラス1かあと1機あるか、どっちかだよね。危ない、危ない。今危なかったな。落ち着いて落ち着いて。下行ってたら安全だからね。さて、ここ一番の難敵ね。あ、今飛べばよかった。あ、ダメだマジかゲームオーバーだ。まあ、というわけでね、この続きはね、皆さんね、ニューファミコンじゃないわ、ミニファミコン手に取ってね、スーマリオプレイしてクリア目指してください。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。